西町停留場は、富山県富山市西町にある、富山地方鉄道富山軌道線本線の停留場である。駅番号は C08。富山県道43号富山上、滝立山線上の平用軌道に設置されている。東停留場では、環状線電車には乗降できないため、環状線電車から南富山駅前駅方面に乗り換える場合は、 中町停留場で降車する際に料金を支払って、乗り継ぎ券を受け取り、東停留場まで移動して乗り換える必要がある。開業時には、本線と市線の分岐停留場として開業している。さらに1928年には、東武線の分岐駅にもなったが、その後の路線廃止により中間停留場となっていた。しかし、富山都新線開業により再び分岐停留場と、 なっている。ただし前述するように、東停流場では、環状線電車には乗降できない。戦前の西町交差点と停流場。富山県郷土の山水呉葉山中心伊東編7月、光王車初集。富山県駅乗降客数。2021年4月19日閲覧。AB 馬尾圭介、日本鉄道旅行地図帳6号北新越、全線。 全駅、全廃線新庁舎、2008年、36ページ。ISBN978 から41億790万241。1920年2月11日付、大阪朝日新聞北陸版富山地方鉄道。写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み。富山地方鉄道。1979年、184ページ。 1942年12月7日、軌道上都許可、軌道上都、官報1942年12月21日、富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、175ページ。ABC 富山地方鉄道、富山地方鉄道50年史。富山地方鉄道、1983年、 378ページ。ABC 富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、176ページ。AB 富山地方鉄道、写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み、富山地方鉄道、1979年、177ページ。 http://webun.jp://100057412 アイテム月23日。ありがとうございます。